皆さん、こんばんは。アルト HA361 です。夜のですね、動画と、メーターのインジケーター見ながら、走行してみたいと思います。今はオートマモードですので、アクセル踏んで、ちょっとアクセルを離してやると3速。また踏んで、離すと、4速入ります。マニュアルモード M と順に変わりましたね。1つ落とします。4速、3速、加速します。4遅く。といったように、自分の好きなタイミングでキビキビと走ることができます。オートマモードで元に走りましょう。ちょうど今4速に入ってますが、加速が欲しいときアクセルを踏んでやると3速に落ちます。もうちょっと欲しいとき2速に落ちないか、グッと欲しいときにはアクセルをグッと踏み込んで3速まで自動で落ちてアクセルアップということになります。これは坂道ですね。離します。下りに入ります。下りに入ると自動でおそらく4速に落ちないかな。ずっと落ちないですね。まあ下りになると自動でね、エンジンブレーキがかかって4速に落ちるということです。この先大きなカーブが続くので、マニュアルモードで走っていきます。窓を開けましょう。カーブの手前です。一気に曲がります。やはり3速からだと気持ちよくエンジンも回りますので、ちょっとした坂道でも負担なく走ることができます。カーブですね、速度として攻める、シフトアップで気持ちよく決まりますね。この辺の走りは MT とほとんど変わらないと思いますね。ちょっと坂道が続きますので、3速に入れます。大体この道で平均燃費が、まだ 24.3 まで保ってますね。タップする瞬間に一旦エンジンの中でクラッチが止まります。で、4速ですね。ほとんどタイムラグは感じません。
そらくハンクラッチの状態でクラッチが繋がってると思いますね。大体速度は今50キロですね。また大きなカーブです。昼間の動画でも説明したんですが、とってもマニュアルモードではキビキビとした走りが楽しめます。ちょっと細かいカーブが連続して続いてる感じですね。もうほぼ3速まま楽に走ってますね。直線で4速。アクセルの感じだとほとんど 1000cc クラスと変わらないでしょうかね。全ての操作、アクセル一つとハンドリングで、マニュアルのような感覚が楽しめるんですけども、前に乗ってましたマニュアルの車、スイートスポーツ以前乗ってたんですけども、それから比べるとこのオートギアシフト AGS ですね、非常に最初は気持ち悪かったんですが、慣れるとやっぱりそれなりに、楽しい車かと思います。マフラーもですね、5000回転ほど回すと気持ちよく、快音な音がして気持ちいいもんですね。一つ残念なのが、やはりターボ下級機欲しい時にないもんで、こういう坂道ではやはり入れねえというのを感じます。ただ踏み込む楽しさっていうのはNA だからこそ忘れるものだと私は思いますね。そして何と言っても経済性、燃費も良し、車検と言っても知れてますよね。もちろんこれからアウト買いに行かれる方いらっしゃると思いますが、マニュアルは本当に自分で操ってる感じ、ダイレクトに感じることができるんですけども、この AGS でも十分に、楽しむことができると思います。先ほどですね、アウトワークス、同じ方のワークスの方とですね、横並びになったんですけども、やはりローダウンしてるということで、現行ワークスよりかは若干車高は低く、買ったんですが、やはりアクセサリーパーツがふんだんに使われたワークスには
見た目はですね、どうしても勝てないところはありましたが、後々ですね、パーツが続々と出てくると思いますので、これからもちょっとずつね、自分のカスタムを楽しみたいと思います。ワークスの方は販売当時からもうすでにパーツが多くあったんですが、まだまだ NA のワークスには届かないというほど、このアルドのパーツはまだまだ少ないです、ナビックとかは結構最初から出てたんですけども、今ピピピピって言ったのはこれですね、速を5速以上はいきませんよと、間違いですよと教えてくれます。シフトアップが普通、今まで前に押してやるとシフトアップするのが多いですが、このアルトは引いてやるとシフトアップ、前にしてやるとシフトダウンになる特徴があります。瞬間燃費の方は当てになるのかならないのか分かりませんが、見て走ることによって燃費向上を狙っていると思います。同じようにアウトの動画をアップをしていきますので、ぜひご覧ください。さようなら。